はい、こんにちは。土地のたけし農場です。巨人の収穫、朝の部ですね。はい、一本ジャンボになっちゃいました。意外に自分の目の高さ、目より下かぐらいだったんですけどね、気がつきませんでしたね。で、今ね、やっぱり着火数少ないんで、大きくなるの早いよね。ここ1枚まず、はい、葉っぱ取ります。ちょっとね古くなってますね。はい、1枚葉っぱ取ります。で、ここにちょっと大きくなりすぎちゃったんですが1本になってます。もう言うことそんなにでかくなかったような気がするんだけどね。これは立派なもう L ぐらいになっちゃってますね、比較的にはね。まあ、曲がってんで BL ですね。 BL ぐらいで売れると思います。これは商品価値あります。あとは B 株1本あるかな。下にも今1本見えたな。ちょっと待ってくださいね。下確認します。下、これ微妙だな。下は取っちゃおうか。今日天気悪いから取っちゃおう。よっ、よいしょ。はい、じゃあ A 株1本で、B 株に移ります。 B 株ね、下に1本あるんで、はい、これですね。ちょっと小さいんですけど取っちゃいましょう。これ夕方まで置くとね、結構ジャンボになっちゃうんで、はい、B 株1本と、あ、この真ん中あたりにもありましたね。よっ、よいしょ。ちょっと待ってください。カメラのアングル変えます。ちょっと曲がってんな。手前に見える方ではなくてね、その奥です。はい、これですね。はい、ぐるっと回して、はい、これです。これ1本取ります。はい、B 株2本ですね。それと、はい、これ葉っぱ1枚。あ、これも1個取っちゃおうかな。よっ、こいしょ。はい、これもね曲がってるんで取っちゃいます。これですね。はい、曲がってるんで取っちゃいます。これ葉っぱ1枚取ろう。よっ、こいしょ。よっ、じゃあ、今朝は A 株1本の B 株が3本ですね。よっ、よ、はい、収穫しました。雨降ってきたんでね、撤収します。今日はもう降ったりやんだりの一日になっちゃうんでね。まあ、球児の収穫は雨がねちょっと小降りになった時にねやるしかないのかなと思ってます。はい、じゃあ朝の部ですね。はい、終了になります。はい、お昼になりました。球児の収穫です。今回は A 株のみですね。 B 株はありません。で、まず上ですね。はい、ここに1本です。はい、それと、分かりにくいんですけどね、これそっちへ出るかな。
どうだろう。ここに1本です。ちょっとなかなかね反対側まで行かないですね。はいはいはい、ここに1本ですね。はい、今回はお昼は B 株が2本です。よいしょ。はい、B 株2本ですね。はい、終了します。これ、あ、こっちだ。うん。はい、続いてナスになります。ジャンボになりました。ちょっとこれ見落としてましたね。とはい、今日は8個ですね。
あ、8個じゃないや、10個だ。あ、もっとあるね。11個ですね。よいしょ。よいしょ。はい、全部でね、11個収穫しました。以上です。はい、こんにちは。トキノタケシの本庄です。田んぼに来てまーす。で、あぜの草刈りね、終わりましたので、これから、堀の際ですね、除草剤散布して、除草剤の散布をします。あ、まずはじめにね、いつもの儀式ですね。今日はカルピスです。で、午前中ね、小雨がパラパラ降ってました。で、午後になってね、晴れましたんで、明日またなんか雨がちょっと降るみたいんですけどね。まあ、今1時半ですか。ですから、明日の午前中ぐらい、だから12時間くらいね、まあ雨降んなければそこそこ除草剤も効きますんでね、これからかけたいと思います。で、明日はね、水田除草機農協さんに修理してもらって、明日からね、また田んぼの中の草取りをね、始めようかなと思ってます。よっこいしょ。今ちょっと風吹いてるんですけどね、やっちゃいます。まあ作物にはね、かかないようにしないとね。はい、じゃあこのままね、移動しちゃいます。で、ここにね、グリホサートかな、まあ、ちょっと入ってます。で、農薬を除草剤混ぜたくないんで、これ使い切ったら今度はまた新たに作り直します。はい、じゃあカメラの方はね、このまま移動しちゃいます。よいしょ、よいしょ。はい、じゃあいつもね、説明するんですが、要は、堀の草がこういうふうにね、覆いかぶさってます。で、このまま草刈りやりますと、草がね、堀に落ちちゃうんで、この際の部分は、除草剤で枯らします。で、竹志農場は、ガチの無農薬栽培ではないので、まあ、この辺は緩くしてます。 ここだけ手刈りってのもきついですしね、まあ、草刈り機でやりたいんで、まあ、できれば、まあ、最低限の農薬使用ということでやっております。はい、じゃあこのカメラから前方ですね、行って帰ってきます。よいしょ。
はい、でこの作業はね、揚水側と排水側両方やります。はい、じゃあビデオの方はワープします。はい、大排水と揚水側ですね。右側が大排水で、左側が大排水で、右側が揚水です。まあ揚水側はね、落っこちても自力で這い上がれますが、この大排水はね、落ちるとちょっとやばいんで、斜面も頑張っては刈らないです、まあ除草剤振っちゃいます。じゃあ行ってきます。はい、営業水路の木は除草剤散布終了になります。お付き合いありがとうございました。